愛の輝きのシングルビリー・ヒルは、アメリカ合衆国のソングライター・バイオリン奏者、ピアニスト。They cut down the old pine tree, the last round up, wagon for ズ e s empty saddles などのウェスタン歌を書いて、名声を築いた。一番人気のあるのは、The Glory of Love で、ベニー・グッドマン、カウント・ベーシー・ペギー・リー、ディーン・マーティン、トムラ・アッシュ、エディ・アーノルド、ビィズ・ジョーンズ、オーティス・レディング。 ファイブキーズ、ポール・マッカートニーがカバーし、ベッド・ミドラーが映画、ビー・イッチで歌った。ウィリアム・ヨゼフ・ヒルとして1899年にボストンで生誕。バイオリンをカール・マックに指示し、ボストン公共楽団で演奏。17歳で故郷を去り、モンタナ州でカウボーイをカリフォルニア州の市の谷で測量技師、採掘師をした。その後音楽に戻り、ダンスホールで、 バイオリン、ピアノを弾いてから、自身のジャズバンドを、ユタ州のソルトレイクシティで結成した。1930年ニューヨークに移住、半端仕事をしながら、成功を目指した。1933年初女作ザラストラウンドアップを書き、ジョー・ムリソンがパラマウント劇場で歌いヒットした。で、ティンパンアレイの最重要作家の一人になる。ピーター・デ・ローズ。ペンネームジョージ・ファンキー・ブラウンで、 Have you ever been lonely? や、yeah,、that's when your heart aches begin を書き、後にインクスポッツやエルビス・プレスリーがヒットさせた。1940年のクリスマスイブにボストンで死んだ。41歳だった。ありがとうございます。